今日は論理回路の絵本コンピューターエンジニアリング4ビッグベイビーズのレビューをさせていただきたいと思います。これを繰り返すことで CPU は計算をしています。もうまさにこうデータが転送されていくイメージになったと思うんですけど、下下になってるとするじゃん、うん、でそれだと赤になる。なんか面白いゲーム2ページ面白そう。エミリケン皆さんこんにちは。遊びで学ぶエミリケンゲルのエミとミーシャとブスとパパ博士とママリーダでーす。はい、パパはカメラで撮影します。今日は論理回路の絵本コンピューターエンジニアリング4ビッグベイビーズのレビューをさせていただきたいと思います。イエーイ。こっちの前これあげて、これそうこれ見覚えあるよね。うん、そう、これは見覚えない。そうだね、これ新しいの。これ実は2年前に出た第1弾コンピューターエンジニアリング4ベイビーズの方でこれ出た時にエミル君もこれ買ってショートにアップさせてもらったんだよね、うん、ルークでね、ルークが触ってるところのショートをアップさせていただいたんだけど、実はそれがご縁で今回第2弾をご提供いただきました。イエーイ。なのでレビューさせていただきたいと思います。イエーイ。エミル研究所はママが科学が専門の博士研究者で、ママがプリンシパルのバレリーナだったアート系、エミル研究所は遊びで学ぶをコンセプトにする我が家のスティーム教育 Vlog チャンネルです。イエーイ。この動画ではこの本の価値と使い方で、それから注意点とかちょっと気になるところで、あと子供たち3人が遊んでる様子をアップしたいと思います。で、もう一つの別の動画でこの本を使ってパソコンの基本動作を解説していきたいと思います。パソコン意味だね。そうこの論理回路の意味を知りたい方、それからお子様に説明されたい方はそちらも見ていただけたらと思います。この本の価値は直感的に論理回路の動作がわかるっていうことだと思います。イエーイ。いやいや、すごく直感的なんだよね、カチカチ。やりたいです。あ、やりたいでしょ。でもね、我慢して。そう、まだね、エミーたち触ってないんだよね。え、これ動画撮影終わったらペットとかっていい？うん、動画中にやっていいよ。動画中に自分で好きなように遊んでみて。やりたい。早くやりたい？早くやりたい。オッケー。ただもう好きに触っていいよって子供たちに渡すだけでいいと思ってます。なんでかっていうと、この幼児期に一番大事なことって興味を持つっていうことなんですよね。なのでこのスイッチで光るんで、もう子供ですごい興味持つんですよね、今もね。もう早く触りたくてしょうがないよね。触りたいから触らせて。そうだよね。論理力が芽生えてくるのって7歳ぐらいで、ちょうどエミーが7歳なんだよね。で5歳4歳なので、なのでこの幼児期ってまだパソコンってこういう仕組みなんだよっていうのはまだちょっと難しいんですよね。なのでまだ説明する必要はないかなっていうふうに思ってます。なのでこれを子供たちに渡して興味を持ってもらって、なんか規則性とか見つけたり、遊びを発明して自分たちで遊び出すっていうことができればもうパーフェクトだと思っていて、でそれで電子デバイスに慣れて将来プログラミング教育習った時に、あ、なんとなくわかるなとか、大人になった時に IT に抵抗感のない人間になってくれればっていうふうに思ってます。こういうのやってさ、勉強するみたいな。そう。こうデータが動くよって説明しても、まだ子供たちって目に見えないものをイメージすることが難しいので、なので、この辺がすごいいいなと思ってるのが、この、後で見せますけど、そう。ピコピコ動くんですよね、こうやって。データがほら、データが動くっていう風に見えるので。これ押したらここみたいな。そう。なので、実際に見せることができるので、この絵本すごくいいな。パソコンの中でブラックボックスになっているところが、この光で具体的に見ることができるんで、すごくいいなっていうふうに思ってます。はい。はい。早くやりたい。早くやりたい。あとちょっと。あと、この本のいいところは、エミーが、ぐちゃぐちゃって触っていいって言ったけど、ちゃんと子供が、扱えるように。そう、多少乱暴に扱っても大丈夫なようになってます。で、なんと、まず、角がもうとんがりしてない。そう、正解。エミ、角がとんがってない。あ、ちょっとママ、しこれで線切っちゃうことあるから。そう。前回のよりもさ、明らかにさ、頑丈になってるよね。ほら、前回のこんな感じでしょ。頑丈じゃないこれ。頑丈すぎない？頑丈だよね。頑丈。前回のは。前回のフレッとしてる。そうでしょ。前回よりも頑丈になってます。で、あと。黒の方が余計頑丈みたい。そう、角がなくて頑丈になってます。あと、電池交換の電池ボックスがネジ止めになってます。なんと前回、テープでした。パパもね、こう久々に触ったら電池切れてたの。ね、
電池交換どうやるのかなと思ったら、テープじゃんと思って。テープです。ほら。テープです。と、これネジ止めだから、もう子供は取れないよね。テープだったら子供も頑張ったら取れちゃうから、ね。より子供が使っても OK な形になってます。で、気になるところが3つあって、まず1つ目が今電池の話をしたけど、電池交換するとテストモードになっちゃうの。で、ちょっとね、通常モードじゃなくて使えない状態になっちゃうから、それ直さないといけないっていうのと、今回パパもいろいろ触らせていただいて、なんかの弾みでね、テストモードになったことがね、4、5回あったんだよね。で、ちょっとね、これさっき準備してる時も、テストモードになったので、解除方法があるので、ちょっとそれを解説したいと思います。テストモードになってしまうことがあるので、その解除方法を説明します。メモリリードはこう選択したところからデータを読み取るっていうページなんですけど、全部白くなっちゃうんですね。で、これはテストモードです。で、これ解除しないといけないんですけど、このテストモードを解除する方法っていうのは、赤と黄色の両方を上にしてもらうと全部消えるんですけど、上上にしてもらって一旦閉じます。で、ここ白くなって、あ、今黄緑になったと思うんですけど、この状態で、この黄緑になった状態で、1枚ずつページをめくっていってください。D ラッチ、シフトレジスタ、で、レコーダー、マルチプレクサ、メモリライト。で、そうすると、ちゃんとここが白じゃなくて、今ピンク、ちょっと白っぽいですけど、このピンクになっているので分かる通り。よいしょ。じゃあちょっとここで試しに、データを全部の場所に入れてみると、こんな感じで全部色が違う状態で入れてやって、で、メモリリードを開いてやると、ちゃんと同じ色になっているので、ちゃんと元に戻ってます。っていう風に、一旦ここが全部白くなってしまったら、上上にしてもらって、一旦閉じて、1ページずつめくっていくっていう作業で、元に戻してください。あと2つ気になることっていうのが、これね、さっき頑丈になったっていう、頑丈になったよっていう話をしたんだけど、ハサミでも切れちゃう。違うの。頑丈になったがゆえにね、これね、一番最後のページ開くと、頑丈すぎて、シーソーみたいになっちゃうの。わかる？わかる？これ頑丈だからなの。ま、前のやつだと柔らかいから、シーソーにはならないんだけど、頑丈すぎて、このね、背拍子、そう。背拍子がシーソーの支点みたいになっちゃって、ガタガタするの。だからちょっとね、こっちをしっかり押さえて、使ってください。で、ただ、で、聞いて。ただ、ここの光センサーで何ページ目を開いてるかを認識しているので、ここは絶対隠さないようにしてください。光センサーってここなんで落ちちゃうの？これ何ページ目を開いてる？これ、だって穴の大きさ違うでしょ？ 6 ページ。ほら、5ページ。そう、何ページ目を開いてるかは、穴で光が入って、それで何ページ目を開いてるかっていうのを認識してるから、ここは抑えないようにしましょう。今お伝えした通り、最初ガタガタするなって思ってたんですけど、子供たちがガシガシ触った後、ここ、しっかり開くようになってきて、あんまりガタガタしなくなってきました。グッてできる。最初の頃ね、ここね、あんまグッと開けなかったんだけど、今は、ぴったりできるね。というわけで、使い始めはガタガタするっていうところが気になる点です。あと最後、これ、定価7700円です。高っ。うん、正直な気持ちそうだと思うの。絵本で7700円って言うと、ちょっと高いなって思うと思う。で、そんだけのやつ。そう。で、それをどう思うかなんだけど、パパは子供たちが興味を持って、で、しかもちゃんとプログラミング教育の、まあ、最初の第一歩になるんだとすると、7700円は安いなと思って。で、前回もうちょっと安かったんだけど、こっちはもうエミル券自分で買ってるんですよね。だからパパはこう出た時に価値あるなと思って買ったので、まあ、それ考え方次第なんだけど、パパはすごく価値があるなと思って、まあ、7700円なら買いだなっていうふうに思ってます。これ幕開けっていうところで、販売されるんですけど、早割りがあって、早めに注文すると安くなるので、まあ、買いたいなと思う方は、早めに注文してください。イエーイ、はい、触りたい?OK。じゃあ、ちょっと中身一応さっと解説したいんですけど、子供たちがいないところで解説したいので、それは別でまた取って、ここに挿入します。じゃあ、このコンピュータエンジニアリングフォービッグベイビーズの中身のそれぞれの機能を説明したいと思います。まず最初に CPU の仕組みってざっくり言うと、
演算するところと記憶しているところの2つでデータをやり取りしています。でまず最初に命令を読み込みます。でその命令をデコードって言って翻訳をして命令を演算できる形にしてやって、でそれを実行しながらレジスタとかメモリからデータを引っ張ってきて、でそれを使いながら命令を実行します。で最後にメモリとかレジスタにその結果を書き出すっていう、まあこれを繰り返すことで CPU は計算をしています。なのでこの絵本でわかるっていうことは、データのやり取りであったりとか、まあ、どっから持ってくるよとか、一旦記憶するよとか、まあ、そういうところがわかる絵本になっています。でこの最初のページと1ページ目は内容一緒です。で最初は D ラッチというページなんですけど、これは何をやっているかっていうと、カチッと押すとまずここ赤になってます。で赤で赤のスイッチをカチカチすると緑になったり赤になったりします。で今黄色が上になってます。で黄色のスイッチは何かっていうと、黄色のスイッチが上の時だけここに流れてきてるデータをこちらに記録します。なのでこれを下にしておくと、ここを緑にしてもこっちが記録しない、こっちを変えても全然記録しない。で上にすると、あ、緑にして上にすると記録される。でこれをまた下にしておくと、ここを変えても記録される。でここを逆に上にしておくと、カチカチするとずっと変わるっていうのが D ラッチです。 D ラッチはレジスタっていう記憶するところの一時保存であったりとか、これでタイミングを決めることができるので、伝達のタイミングを合わせたりするのに使われてます。シフトレジスタはデータをシフトさせるものです。なので最初にここにデータを入れてやると、黄色をカチッとするとさっきの黄色がこっちに移ります。でここのデータを赤で変えることができるんですけど、ピンクにしてやってカチッとすると黄色ピンクがこっちに移る。で次またデータを変えてやると、このここが青になったんですけど、それがまた動くと。でここもまた変えられるとっていう風に、データをシフトすることができるのがシフトレジスタです。でシフトレジスタの意味っていうのは、もうまさにこうデータが転送されていくイメージになったと思うんですけど、まあ、データの転送であったりとか、ここに一時記憶させておくよだったりとか、あとこっちの方がイメージ湧くかもしれないですけど、二進法で一桁ずらすっていうのは2倍にするって意味なんですよね。逆に下の桁にシフトさせてやるっていうのは半分にするってことなので、二進法においてシフトさせるっていうのは倍にする、半分にするっていう計算にも使えるっていう、まあ、そこにもシフトレジスタは使われてます。次、デコーダー。デコーダーはさっき命令を実際に演算できる形に翻訳するっていうのをお伝えした通り、まず一つとしては、データを変換する。データを変換するのがデコーダーです。で、他にも、まあ、この模様でわかるのって、どこにデータを送るかってこう振り分ける機械になってるんですよね。振り分け機です。ここで大事なのが、このページ以降全部同じ規則になっていて、上が一番上。で、二個目が上下。で、三個目が下上。で、四個目が下下になってます。このページ以降もその順番になってます。っていうデコーダーっていうのは振り分け機のことです。次、マルチプレクサー。略して MAX です。で、これはさっきのデコーダーの逆で、デコーダーは振り分けだったんですよね。で、それに対して、マルチプレクサーっていうのは、いっぱい来たやつをどれを取りますか、どれを選択しますかっていうのがマルチプレクサーです。なので、上にしてやると、一番上から黄色が取れてきて、黄色を取ってきて、黄色。で、上下で2個目にしてやると、ピンク。下上で3個目にしてやると、この青緑。で、下下にしてやると、一番下で赤。っていう風に、どっからデータを取りますかっていうのがマルチプレクサー。で、このさっきのメモリ、どこのメモリから、データを引っ張ってきますか、命令を引っ張ってきますか、データを引っ張ってきますかっていうところに使われてます。あと、いろんな測定器からデータを取るところとかですね、っていうところにマルチプレクサーは使われてます。で、4個目がメモリライトで、で、これどういうふうになってるかっていうと、このデータっていうラインにこの虹色が流れてます。で、例えば上にしてやると、一番上のところが今虹色でどんどん色が変わってるんですよね。で、さっきの D ラッチと一緒で、今上になってるから、ここ今データ入れてくださいねっていう状態になってます。なので上下にして
2個目をアクティブにしてやると、一番上はもう固定されて、2個目が今、虹色で変色していってます。今、緑で黄色になって、赤になって。はい。で、これをまた、下上にしてやると、ここが固定されて、3個目が色変わります。で、下にしてやると、また、色がピンクになります。っていう風に、色が変わっていきます。で、ここで固定されています。で、次、まあ、この状態で、色がそのまま、さっきのがそのままここに移るんですけど、で、メモリーリードなので、メモリを読み取ってます。で、さっきのマルチプレクサーと一緒ですよね。だから上にしてやると、一番上の黄緑が来て、で、2個目にしてやると、次の青緑。で、下上にしてやると青。下にしてやると赤が取り込まれてきます。っていうのがこの絵本の動きで、で、これ、CPU のいろんな動きをこれで説明することができます。なので、詳しくパソコンの基本動作もう一つの動画の方で説明しようと思うので、気になる方はそちらの動画を見てください。じゃあ、これを何も説明せずに子供たちにこの本を渡してみたいと思います。はい、はい、ルークどうぞ。なんか赤だけになっちゃう。ぐるーぐりぐりーぐりいいよ、好きなように遊べばいいよ。2ページ開いていい？いいよ。2ページ面白そう、ほら。よし。いっぱい変わるで、ほら、全部ついてる、ほら。1、2、3、4。なんかキラキラしてた、さっき。よし。おお。ああ、どっちも変わってる。赤と黄色で変わってる。ほら。ほら。ああ。おお。全部の色にしてー、全部の色を。あと、どのページが一番面白かったの？これ？こっち？うん、これ面白かったの、うん、なんで？だってこれガッタガタするから。それそこじゃないね。こっちを押したらこっちが赤くなった。それでこっちを押したらこっち動いたね。色変わった？どんな風に変わってく？ここ押したら色がだんだん変わってくる。だんだん変わってく？黄色になってる。そうだね、下まで黄色になったね。色変わる。色変わる。うん。ピンクになってる。じゃあここ光ってない？うん、そこね、光らないんだ、そのページは。うん、そのページでは光るの。うん。どんな風になってんだろうね。うん。このページを抜けると消える？光ってた。光ってたね。どう違うんだろうね。あれ？抜けるじゃん。エミさん上。やっていいですか？どうぞ。まずここを押すと、なんか消えたり光ったりする。うん、こうすると緑に。ああ、いいね。どんなページですか？全部同じ色にします。お、よし、全部同じ色にしました。なんかね、こういう順番で なんか光、次の色はこれだよみたいな、うん、順番になってて、うん、それ自分で気づいたの？うん、すごいじゃん。赤で色を変えて黄色で下ろして。正解、エミ正解だよ。エミ正解だよ。それがシフトレジスタの意味です。仕組み分かっちゃったぞ。本当？これこうやって話すじゃん。うん、話した途端にここに色がつくっていう。そうだよ、そうだよ。エミ説明して。これ3つ穴あるじゃん。うん。で、うん。これ今。さっきのが2つでしょ？うん。
で、うん、ここを押さえるから、うん、2つっていう意味になってます、うん、2つってどのページ？だからさっきのページだから、うん、2つって反応して2つ、うん、さっきのページのやつになっちゃう。そうだね、正解。これただ動くだけ下下になってる状態で、どっちも下だと D0、うん、赤色が下で、うん、黄色が上の状態にすると、うん、D1 になります。はい、上上だと、上上だと D3 になります。じゃあ D2 にするには、あ、 D2 にするには赤は上で黄色が下にします。あ、ここが増えたのか。あのさ、うん、このページだとさ、あ、ここあるか、あるけどここ光んない。そう、え、違う、こっちは光るんです。正解。これはあの、もう説明が分かりやすくて、うん、あの、まず例えば下下になってるとするじゃん、うん、でそれだと赤になります。赤ってどれのかな。赤は一番下ね。なるほど。 D0、okay、さっきの番号がついてる、うん、で上にする黄色の、下上にすると、うん、エメラルドグリーンかな、うんうん、いいね、になります、うん、赤を上にするとここが止まってここが動くようになります。おお、そう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 。で必ず一つは動きます。そう、ここの色が変わるみたいな。そうだね、どうやったら変わるの。20、これはね、なんだっけ、あったの、こういうやつ、ここだっけ。正解。エミすごいね、マルチプレクサとそのメモリリード一緒だよね。正解正解、すごいじゃん。なんでだろう、一緒だもん、やってることが。じゃあこれと同じ色になるっていうこと。まあ色合わせたら全く一緒だから、マルチプレックスのとこは最初から色決められてるんだけど、最後のメモリリードはメモリライトで決めた色が入るから、まあ強いて違うところといえば自分で色決められるぐらいね。じゃあ同じ色をつける、うん、黄色ピンク、はいはい、あーで、あ、テストモードになった。テストモードになったらどうすんの。で閉じて1枚ずつめくったら、あ、戻った、戻ったね。一番最後がちゃんと虹色になってたら OK だよ。ほら正解。虹色じゃないよ。あ、でもそうだから全部白じゃないでしょ。エミ、この本面白い。うん、面白い。興味持ったよね。でいろんな規則性自分でいろいろ分かった。うん、分かった。で最後になんか面白いゲーム始めた。メモリーリードの色で遊ぶっていうのをなんかね自分で発明してるよね。はい、っていう風に興味を持って自分で遊べるようになったらパパはパーフェクトだと思ってます。 OK、うん、はい、じゃあ面白かった。面白かった。興味湧いた。うん、湧いた。何、どの辺が面白かったの。綺麗だった。綺麗だった。最後のページとかさ、うん、なんだっけ、このページ、このページ、うん、自分で色を変えて、うん、あの、ポッてめくる、うん、で、やるのが楽しかった。ほんと、あ、自分で色が決められるっていうのが面白かったの。そうそうそう、だけどさ、虹色になるよね。そうだね。っていうわけで、子供たちもすごく興味を持ってくれたので、パパはすごい価値のある本だなと思ってます。よかったら、皆さんも買ってみてください。買ってみてください。買ってみて、はい、1番も買ってみてください。1番もね、まだ、あ、1番もね、Amazon で売ってるからね、はい、これも今、うん、これもアマゾンで売ってます。はい。最後まで見てください。